シーザーズ・パレスはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにあるカジノホテルである。ホテル名のシーザーとは古代ローマ帝国の巧妙な軍人で政治家カイサルの英語読みであり、ホテルも全体にローマ帝国調である。建物の名前もオーガスタス、センチュリオンなどローマ帝国にちなんだものが付けられている。1966年開業。ラスベガスを代表する 名門ホテルであり、現在は、フラミンゴ・ラスベガス、バリーズ、パリスなどと同様に、シーザーズ・エンターテインメントによって運営されている。1981年と1982年の2回、当ホテルの駐車場にレーストラックが特設され、F1 ラスベガスグランプリが開催されている。ピュアは、ラスベガスで人気のナイトクラブで、ピュアマネージメントグループが運営。 会場の面積は4万平方フィート。2005年から、プッシーキャットドールズラウンジの公演が行っている。コロシアムは4296席収容の劇場。2003年に、セリーヌ・デオンの英乳ーデーを皮切りに、エルトン・ジョン・ロザレット・ピアノ、ベッド・ミドラー、シェール、ロッド・スチュワート、シャナイア・トゥエインが、定期ショーを行った。定期ショー以外にも、マライア・キャリー、スティービー・ニックス、 クロリア・エステファン、2007年以降メキシコ独立、記念日前後は、ルイス・ミゲルがライブを行った。スポーツでは、ボクシングの世界タイトルマッチが何度か開催されていて、ロベルト・デューランや、シュガー・レイ・レナード、ラリー・ホームズ、モハメド・アリなど多くのボクサーが、定期的に登場していた。ありがとうございます。